それではこちらの、団体のお名前と、活動内容をご紹介ください。はい、名前団体名は、NPO 法人なんですけれども、タイと子育て支援ネットチャオチャオといいます。普段の活動はこの施設を使って火、木、金の3日間開所してるんですけども、その時は10時から2時まで親子で一緒に交流して遊ぶっていうのが目的で開所してます。で、ここに来て一緒に遊んだりとか、お母さんたちもおしゃべりしたり、食事を一緒に作ったり食べたりということで交流を深めている状態です。あと子育てが乳幼児期だけじゃないので、小学生とか中学生まで結びついて考えれるように、活動も小学生向けの活動を取り込んだりとか、あとお祭りに中学生を来て取り組みしてもらったりとかということで、活動が広範囲に続けられるように配慮してもらったり。今日は何をされてるんですか？今日は節分が間近ですので、巻き寿司っていうことで、見てもらいました、分かりますように、こんなチューリップないですけど、こういう巻き寿司を作って、お母さんたちと子供たちに巻いてもらってます。あとイベントとかね、餅つきとかなると人数が25組とかだから、お部屋だけじゃなくて、ここの良さっていうか、ここを作る時に、まあ私自身もちょっとアドバイスありますかという時に、私自身は公立でね、ずっといてましたので、なかなか外に出て取り組みできなかったんですよ、出かけていくことは。でここであったら、ハゼ釣りに日曜日に出かけたりとか、そうするとお父さんもで、ホタルを見に行ったりね、夜ですよね、そんなもちょっと私には理解、今はできなかったことなんですけど。このこちらを作られたきっかけっていうのはどのようなものですか？まずここね、相談があったのは、私はまだ公立におってたんですけど、なんか子供たちにね、彼女たち保育士をちょっと辞められてて、やっぱりそういうお母さんたちを見てこられてね、なかなか家に出てこれない、それをどうにかしてあげたいというのが一つと、でも乳幼児のところはいっぱいあると、でも小学校とか中学校の時に相談に行ける場所がね、どの程度あるかなっていう時に、少ないじゃないかと。で、そのちっちゃい時から知ってたら、アドバイスのやり方もね、でこんなやったよねって話から入っていけるのと、急に中学になって相談行きますと、それはそれでね、いいし、いろんなところがあってもいいんじゃないかということで、やっぱお母さんたちが困った時に、なんか起点となる場所、あそこ行ったら話聞いてくれるような場所作りがね、それもあったし、それと、高校のところでご飯作りができなかったんです、食育の。言いつつも、離乳食もね。で、それを、ここで離乳食もだから体験できるんです。なかなか、宣伝がまだ行き届いてなくてね。水曜日にしてるんですけども、赤ちゃん会とか でそういうやっぱり食べることを大事にしようっていうのはね、言われてるわけですけども。なるほど、結構幅広い方が来られるんですね。そうです、外国の方が来られる。あ、そうそう、外国の人も今多いんですよ。あ、そうですか。ブラジル人の方を筆頭に、で今また中国の方とか、フィリピンの人にね、料理を教えてもらおうかとか言って、割と人が人サンザネ料理したね、びっくりしましたね、豆の料理でね、それがここの子供たちもみんな食べて、豆料理とかね、食べるチャンス少ないでしょ。そういう意味での海外の人たちとの交流で、やっぱり喋れないんですけどね、なかなか向こうの方が日本語喋ってくれるんで助かるんですけど、来やすいみたいですかね。で、何か答えを出すわけじゃないんですよね。だから朝来てお集まりして、体操してとか、そういうのは一切ないんです、ここね。本当に皆さんこう入ってきて、名前だけ書いてもらって、でもみんなそれぞれがこうどんどん部屋に入っていかれて、もうそこでおしゃべりが始まったりとか、まあ、時には天気のいい日は公園に、スタッフが連れて行ってあげて、お母さん残ってらっしゃる場合もあるしとかいうので、本当にこう普通のお家に今日遊びに来たよみたいな、そんな感じです、ね。そう、まあ、家の作りもですけどね、中身もね、ふらっとして帰る場所みたいな。そうそう、だから私にしたら、初めはね、ちょっとこう
戸惑いはあったんですよ。あの何かいつもしてきましたでしょ、あの今から体操するよとか、帰り本読むよとか、ここ来たらもうなくて、でもあのでも本当の支援はそうかな思ったりね、またあのそれはそれでそういう場所があったらいいし、でもまたそういうね、だからお母さんたちここは何もしてくれへんとこよって言われるんですけども、イベントが今度は3月に菜の花子供フルパスティバルでありますけれども、子どもと一緒に遊んでくれると思う、準備とか片付けとか、そういうあのボランティアのさんを募集してますので。